ゲイリー・クーパー、ベラクルス、またはベラクルスは1954年にアメリカ合衆国で制作された映画、テクニカラーによるカラー作品。1866年フランス干渉戦争中のメキシコを舞台とした西部劇である。元軍人のベント・ガンマンの女王は反発し合いながらも共同行動。公爵・アンリの仲介により伯爵夫人。 マリーの護衛の仕事に就く。マリーは軍隊を雇うためと称して皇帝から300万ドルの金貨を受け取っていたが、実は着服するつもりであり、それを知ったベンとジョーの間で、心理的な駆け引きが生じる。反乱軍の奇襲を受けながらも一行は、港町ベラクルスに到着。ジョーはマリーの木を引くことに成功。金貨を積み込んだ時点で、フランスへ向かう船を奪う計画だ。 ベンは一向に間に入れ込んだ反乱軍の女性と恋仲となる。元来がストイックなベンは反乱軍に金貨を渡し、10万ドルの報酬で満足することに方針転換。反乱軍はベラクルスの砦を猛攻。降爵は戦死、ジョーと船カの隊員も殺害され、政府軍はチリジリとなる。一度は金貨を乗せた馬車のダッシュに成功と見えたジョー。しかし、 ベントの一騎打ちで射殺された。1955年マス房より発売された西部映画小説週1に収録。作者は大坪素直で東京草原社より発売された大坪素直お全集三四系にも収録された。 キネマ旬報ベスト1085回全市1924から2011121ページ、日本初公開の際の日本語表記は、ベラクルスであったが、後年 DVD 版が発売された際に、ベラクルスに改められた。安倍国平編長、近代映画社、TB 映画の人気者性のスターのすべて久松、安尾のインタビューより、ありがとうございます。